こんにちは。身体金星司会の松岡博子です。私は高田馬場でアピア金星院という整体所をやっております。女性専用ということがあり、妊娠されているお客様がたくさんいらっしゃいます。そこで妊娠の時の注意点をここで発表したいと思います。今回は妊娠後期、もうそろそろ赤ちゃんが出てきそうかなという時の方のお悩みを考えてみました。まず一番に腰痛、やはりお腹がどんどん大きくなり、今まで知らなかった腰痛も出てくることがあります。2番背中が痛い、これもそうですね。3番にはむくみ、4番には足がつる、やはり血行不良が大きくなり、こういう症状も出てきます。それから恥骨が痛い、恥骨の周り、それから腹直筋も大きくなる、お腹を引っ張るために、痛みが大きくなる場合があります。それから鼠径部が痛い、足の付け根ですね、こういうところも押されて痛くなります。それと眠れない、妊娠後期になると交感神経がとても発達してきますので、眠りが非常に不安定になってきます。で、こういったお悩みをこれから解決していこうと思います。それでは今から始めましょう。ではお客様どうぞ。妊娠9ヶ月の方がいらっしゃいました。こちらの方はお腹が大きくなっておりますので腰痛が出ています。座った状態で腰を見ていくことにします。腰が痛いというと腰椎1番から5番あたりが特に痛いし、仙骨の動きが激しいので腰椎の下部4番5番あたりに詰まり感があります。その詰まり感を広げていくことで腰痛を改善させていこうと思います。背中が痛い、そういう妊婦さんは必ず体側、こちら起立筋のとても外側がバランスを壊しています。今こう見ても左側の、腰椎の一番あたりからずっと9番8番あたりまで左側の起立筋の脇が、外側が筋のようになっています。これを緩めます。緩め方はやっぱり激しくできませんので、指を外側からぐーっと入れていきますと左側がやっぱり硬い、軽く引き締めた状態で揺さぶるのもいいんですが、あまり揺さぶりにくい時は妊婦さんに動いてもらいます。少し体をねじってもらえますか。そうですね、はい、いいですよ。苦しくないですか。大丈夫です。今のように私は手を動かさずに絞ったままにしていると、妊婦さんの動きによってここの、外側の起立筋の筋が緩んできます。もう少しやってみましょうか。ちょっと手をずらして一番硬いところに置きました。はい、ちょっとねじってください。はい、辛くない範囲でねじってください。はい、ありがとうございます。この時の注意点は私の手が逃げないことです。動きに合わせて逃げないようにぐっと締めた状態で動いていただきます。それで指をどんどん奥に入れていくと辛くなりますので、奥にも入れずにただ固定する、そして緩んでいるのを確認していきます。これで背中痛が楽になります。それとともに背中痛はこの脇だけではなく、肩甲骨の内側に入ってきますが、この6番やそれから4番、肩甲骨の動きが体重増加のために悪くなっていますので、この辺も辛いものなんです。それから首の付け根ですね、腰椎の1番、みんな左側が硬くなっていますので、これも腰椎と同じようなつもりで少し椎骨間を開いてあげて動かすようにしていきます。特に4番5番、こういうところが硬くて辛いもので、まあこれは椎骨をそのまま指で持って動かしても楽になります。少し反ってもらいます。はい、ありがとうございます。はい、いいです。はい、反ってもらいます。ふーっと持ち上げて、はい、伸ばします。こういった椎骨を動かしておくとご本人一人ではできないのでとても楽になると思います。はい、背中の痛み、調整を終わりました。まずは仰向けに寝てもらえますか。妊婦さんの仰向けの調整は枕をちょっと高くしようと思います。それとこういうまっすぐにするとお辛いはずです。
足を立てましょう。こういう形でちょっと足を広げた状態でいかがですか？楽ですか、はい、でここに何か置かなければいけません。私どもではこういうものを置いています。でこういう枕でも大丈夫です。今からですね、足のつり、むくみ、これを調整しようと思います。つってる場合はつってる箇所を探してつって肩あの硬直した筋肉を緩めると楽になります。つるというのは2度も3度も起こりますので、硬直している部分をしっかり緩めることによって2度目がなくなりますので、今探してみましょう。だいたいふくらはぎがつっていると思います。探していくと硬い塊があります。今ここに皮腹筋の上が外側で見つけましたが、これが内側にあったり、そのもっと下にあったり、自分でしっかり探してそこを見つけました。見つけたら筋肉をぐっと掴んで揺すります。中でこういうふうに揉むと痛みが出ますので、掴んだ状態で指は動かさなくって手を動かします。で今下の方にもまだ残っているので、この皮腹筋の下部緩めていきます。またたまにこういう上の方にもあります。右の方を見たら左もつってるかもしれませんので、よく伺って調整は両方やってください。終わりましたらちょっと足を高くした状態にして戻します。足がつるような場合はこうやって調整をしておいてください。次はむくみについて。むくみの場合は鼠径部のリンパ管がお腹の圧によって押されていますので、それから腰椎の5番が先ほどの座位で見ましたけれども圧迫されているとむくみが激しくなってきます。だからですね、先ほどの背中の時に腰椎5番腰線関節あたりを大事に調整してよく動くようにしておくことと、鼠径部を、妊婦さん怖いかと思いますが、ここはいつもつるのでこういうふうにぐっと押さえた状態で動きを見ていくのは大事だと思います。ここが柔らかくなってですね、鼠径部が柔らかくなってこう私が持ってくると、ここが空洞みたいになっています。赤ちゃんがここにいないです。そういうこの隙間ができることが大事です。いつも立ってる状態ではここがパーンと張っておりますので、疲れていますね。だからやはりふわっと張り付いた筋肉が動くようなことを目指して、足を少し持ち上げるとここが揺れて楽になりますので、引っ張ってない状態で手の圧で少し押さえていきます。こちらの方は柔らかいのですが、人によってはこちらにすごく負担がかかっていて、硬い筋がある場合があります。で特に妊婦さんは左側の鼠径部を大事にふわっと浮くような状態にしておいてください。右側もこちらも同じようにやります。でここのリンパをよく流れるようになるとむくみ感が出てくる予定です。では今度は恥骨、それから恥骨ですね、それと腹直筋の張りというのが意外と多い訴えになります。恥骨の状態を確認していきます。脇に入ります。脇から横から見ていきますが、やはりとても今デリケートになっているので、手の圧をとても柔らかくして恥骨とお腹の皮をどれぐらい突っ張るか見ていくことです。下から持ち上げるようにするとここに赤ちゃんの体が感じられます。で今ですね、恥骨の真ん中あたりに皮の突っ張り感があります。少しこの皮を揺らすようにして、確認イコール調整というぐらいで、あまり強くやるものではありません。皮が動けばいいっていうことですね。恥骨の周りを柔らかくしていくことで恥骨痛は軽減されていきます。とても強い方は恥骨がどこなのか、お腹の膜がどこなのかっていうのがわからない具合にパンパンに張り切ってますが、丁寧に緩めていってください。緩めると言ってもゴシゴシするんではなくて、皮がこう動くようにこれぐらいですね、してあげてください。今度はこのお腹の皮が突っ張って痛い。
こういう時はですね、実を言うと頭を調整します。経絡的にここはずっとつながっていますね。妊婦さんっていうのは本当に頭が大事で、お腹の突っ張りは頭頂に出ています。この頭頂をだいたい前後ろ、動きやすい動きにくいというものが出ています。鼻側にやる、それから後ろ側に引っ張る。今鼻側にあるのが動きやすいです。後ろに行く方が少し行きにくいです。では やりやすい方に皮をずらします。でここが柔らかくなったら、なぜか腹直筋が緩んでまいります。はい、緩みました。さて、訴える中の鼠径部が痛い、こちらですね。もう先ほどむくみの時に触りましたが、ここが痛いとやっぱりむくむし、つるし、腰が痛いというふうになります。まずこちらの調整は先ほどと同じように、こちらに手を置いて緩めるという方法がありますが、少し動きを強くします。膝が上がりにくくなりますなりますよね。お腹に突っかえて、ここまでが限度です。それから股関節が広がらないと出産に不便です。だからですね、鼠径部が痛いついでにですね、この股関節の動きを改善させます。改善させる方としては、もちろん軽く回せばよろしいんですけれども、まずここの大天使っていうのがありますね。大天使を押さえた状態で少し外転内転させながら、膝を動かして大天使の動きを良くしていきます。この時この私の右手は大天使をぐっと押さえ込んでいます。広げる時に出てこないように押さえます。内側に行く時もずれないように押さえます。この動きをすることで、先ほどの鼠径部を直接緩めながら行きましたけれども、大天使の動きを加えていくと鼠径部痛には大変効果があります。はい、最後に眠れない調整をやっていきます。眠れない時はやっぱり頭を調整していきます。ちょっとこれをもうちょっと高くさせてください。なんで高くするかというと、頭を調整しますので枕を取らなければいけません。枕を取れば取るほど背中の張りが強くなりますので、これだけで足りなかったら膝を曲げてください。今から枕を取りますね。枕を取りましたら、腰が痛いと思うんですけども大丈夫でしょうか？大丈夫です。だんだんずっとこれが時間が経つと腰に張りが出てきますので、そしたら膝をもっと高くしてもらえますか？まあ、もちろん訴えてくださいね。妊婦さんは頭よりも頭が疲れています。それは骨盤がどんどん今開いていきますと、骨盤と連動しているのは側頭骨ですよね。側頭骨もどんどん動いています。意外と右が動いた人、何日か休んだら今度左側が広がる、何日か休んだら今度右 の骨盤が動く、そんな感じになっていますので、すごく不安定です。だから眠れないといっても、1日よく寝てと思ったら次の日眠れない。大事なのはですね、まず首のですね、椎骨で言いますと7番、頸椎の7番が、こちらの方は右に寄っています。右方変異していますが、人によって方向は違うにしても、7番、それから胸椎の1番あたりに変異があるのがとっても多いです。このあんまり強くできませんので、まあ変異ある詰まった側に私は指を入れて、そこに首の角度によって詰まりをさらに詰まるのを助長するようにしています。で、助長させたところによって首の椎骨間の硬さが取れてきましたが、まだ少し右に寄っていますので、もう一度ちょっと角度を強くして、詰まってる椎骨間に人差し指を今詰めて、そこに刺激が来るような角度で首を持っていってます。はい、一呼吸二呼吸で動いていきます。で、まずざーっと首の筋肉をやって、一番大事なのは頭頸関節の下側に筋肉が
硬くなっています。これをですね、頭頸関節、つまりは後頭骨のあたりに指を立てた状態でただじっとしておきます。これで側頭骨の歪みを整えていこうと思います。でしばらくこうやって置いておくと、手の中でじわっと筋肉が緩んでまいります。これだけで結構かと思います。で特に妊婦さんは頭が痛いので、耳の後ろとかこういうところ、耳の周りとかに筋が出ていますので、これをこすり取るというような、簡単ですけども、こういうことをやっていくととても気持ちが良くて夜眠りやすくなります。頭頸骨ですね、しっかり緩めて上体左右のバランスがいいかどうかというのを確認していきます。これをしっかりやることで夜眠れるようになります。またもう一つとしては、後頭骨が下がっておりますので、それを上げる奏法というのがあります。頭頸関節に今人差し指を入れました。そしてお鼻を中心に前頭骨を少し上に持ち上げる。でこれで3呼吸ほど待つことによって、下向きに下がった後頭骨が上がってきます。こういった刺激を全体にやりながらお悩みを解決していきます。最後にですね、一番大事な仙骨の調整を確認してみます。ではすみません、こちらにまた座ってもらえますか。今全体に見ましたね。こうした時にですね、身体筋正法ではホーム6と言いますが、左足重心にしておくことが、実は大切です。歪みがどうなっているのかも確認します。上体をですね、はい、ねじります。はい、ねじります。ほぼほぼ差はないんですので、少し左にねじりやすい体にしようと思います。今仙骨の2番あたりに膝を軽く置きました。左側の仙骨が少し硬いですね。これで全体を動かし、揺すぶります。仙骨は妊婦さんにとっては大事な場所ですので、膝は動かしません。じーっとした状態で上体だけをこう動かしていきます。左側に少し行きやすくなりました。この少し行きやすくしておくのが大事です。たくさん行きやすくすると、これはこれで問題があります。こういう形で調整してみてください。今挙げました7つの悩みも改善していくことができると思います。お疲れ様でございました。